ケビン・ウェスリー・ラブは、アメリカ合衆国出身のバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズに所属している。カリフォルニア州サンタモニカ出身、出身大学は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校。スタン・ラブの次男として、サンタモニカで生まれたラブは、オレゴン州で育ち、高校は、オレゴンのレイク・オス・ウィーゴ高校に進学。ミドルネームのウェズリーは、 バスケットボール殿堂入りパワーフォワードのウエス・アンセルドから来ており、アンセルドや、ロサンゼルス・レイカーズのショータイムバスケットボール、ボストン・セルティックスのパスワークのビデオ映像を学びながら努力を続けた。2年目の2004から05シーズンには25.3得点、15.4リバウンド、3.7アシストを記録し、オレゴン州の最優秀選手。 およびオールファーストチームに選出された。チームは、州チャンピオンシップの決勝にまで進出したが、優勝には届かなかった。翌2005から06シーズンには28.0得点、16.1リバウンドを記録し、週の年間最優秀選出を獲得。また EA スポーツ、パレード史選出のオールアメリカファーストチームにも、選ばれた。 州チャンピオンシップ決勝では南メドフォード高校を破り優勝を果たした。最終学年の2006から07シーズンには33.9得点、17.0リバウンド、4.2ブロックを記録し、ネイスミス、ウ、デン、USA トゥデー、ゲータレード、全米高校コーチ協会の各年間最優秀選手賞を独占した。 ーチャンピオン決勝では37得点を記録し、再び南メドフォード高を破って、連覇を達成した。高校キャリア通算2628得点は50年ぶりに、更新されたオレゴン州の高校精神記録となった。またパットナム高校との試合では、ダンクでゴールのバックボードを破壊する怪力ぶりも発揮している。アマチュアアスレチックユニオンのチームでは、 南カリフォルニアオールスターズでプレーし、45戦無敗を達成、ラブ個人は4度の MVP に輝いている。また2007年の夏には、第10回ナイキホープサミットに参加し、アメリカ選抜対国際選抜の試合では18分の、出場で13得点8リバウンドを記録して、アメリカ選抜チームの勝利に貢献した。彼はこの年、 高校を卒業する選手として、OJ 名誉と共に高く評価されており、CBS スポーツから全米1位、スポーティングニュースから全米2位、スカウト .com から、全米3位、ライバルズ .com からは、全米7位の高校生選手と評価された。2008年 UCLA 時代2006年7月、UCLA とノースカロライナ大学のいずれかに、進学することを決めていた。 彼は UCLA に進学することを公表した。伝説的なコーチであるジョング・デンや UCLA 出身の元 NBA スター選手ビル・ウォルトンからも指導を受けるなど特に期待をかけられていた。オレゴン州のバスケットファンはラブがオレゴン大学に進学するものと思っていたためラブの UCLA 入りには大いに憤慨した。UCLA が オレゴン大との対戦のために同行を訪れた時には、試合前には、ラブの元に脅迫電話がかかり、また試合中には、応援に駆けつけたラブの家族たちに対しては暴言を浴びせ、さらに物を投げつけた。彼らの行動は、カレッジバスケファンの行き過ぎた行動として、物議を醸した。UCLA に入学した、彼は、ウォルトハザードの許可を得て、1996年に、 UCLA の永久欠番となっていた42番でプレーした。当のラブは周囲の雑音にも負けず、オレゴン大との試合では26得点18リバウンドの活躍を見せ、1年目の2007から08シーズンには17.5得点10.6リバウンドを記録。う、伝承のオールアメリカチームに選出され、またう、伝承、ネイスミス賞の拡張レースでは、 最終候補にまで残り、さらに1年生としては、史上2人目となる、パックマイナス10の年間最優秀選手にも選ばれた。1年生にして大黒柱となったラブに、バックコートのダレル・コリソン、ラッセル・ウェストブルックを擁する UCLA はパックマイナス10を制し、NCWA トーナメントでは、優勝候補として、順調に勝ち進んだが、 ファイナル4でデリック・ローズ擁するメンフィス大学の前に敗退した。大学では1年間だけプレーし、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2008年の NBA ドラフトでは、チームメイトのラッセル・ウェストブルックが指名された。直後の全体5位で、メンフィス・グリズリーズから指名されたが、直後の大型トレードに組み込まれ、マイク・ミラー、ブライアン・カーディナル、 ジェイソン・コリンズと共に、OJ 名誉、アントワン・ウォーカー、マルコミ・リッチ、グレッグ・バックナーとの交換で、ミネソタ・ティンバー・ウルブズに移籍した。2008年の NBA サマーリーグでは、全選手中リバウンドトップとなった。10月29日のデビュー戦はベンチからのスタートで12得点、9リバウンドをマークした。ウルブズは、開幕から4勝15敗となり、12月8日に、 ランディ・ウィットマンヘッドコーチが解任され、ケビン・マクヘールゼネラルマネージャーがヘッドコーチを兼任した。マクヘールコーチ就任後、1月には平均12.5得点、10リバウンドとダブルダブルの成績を残し、チームが10勝4敗に成績を改善するのに貢献した。ウルブズはラブとポジションが重なるアルジェファーソンがエースだったため、ラブは ルーキーシーズンの前半をベンチスタートで過ごした。しかし後半に入るとジェファーソンが右足の全十字人体を断裂してシーズン絶望となったためラブの出場時間は増加し3月にはその年の新人最多となる9.6リバウンド新人3位の15.8得点を挙げて月間最優秀新人に選ばれた。 しかし前半の出遅れがたたり、オールスターのルーキーチャレンジには選ばれず、これには、マクヘールコーチも馬鹿げたことだと不満を発した。最終的には11.1得点9.1、リバウンドの成績を残し、オールルーキーセカンドチームに選ばれた。また、新人王の投票では6位となった。この年、 リーグ9位のリバウンドを上げ、ウルブズの新人チーム記録となる29回のダブルダブルをマークした。1試合平均のオフェンスリバウンドでリーグトップとなったが、新人選手がリーグトップとなったのは84から85シーズンにアキーム・オラジュアン以来のことであった。2010年2009年6月、マクヘールが09から10シーズンはヘッドコーチを務めないことを、 ツイッターで残念がったことが報道された。開幕前、10月16日のシカゴブルズとのプレシーズンゲームでフリースローのリバウンドを取りに行った際、チームメイトのオレクシー・ペチェロフの肘が左手にぶつかり、中手骨を骨折、10月20日に3本のボルトを埋め込む手術を行った。開幕から18試合を欠場、12月4日のニューオーリンズホーネッツ戦で、 復帰した。ラブが欠場した18試合でチームは2勝16敗であった。この年は、オールスタールーキーチャレンジに出場した。この年、出場48分間あたりのリバウンド数では、ドワイト・ハワードの18.3、マーカス・キャンビーの18.1を上回り、NBA トップの18.4リバウンドをマークした。2011年10から11シーズン開幕前、 アルジェファーソンが、ウルブズからトレードで放出されたため、プレイ時間の増加が期待された。しかし開幕から9試合は、平均28分の出場で30分以上、出場したのはわずか2試合であった。シーズン序盤は、カート・ランビスヘッドコーチによって、重要な局面でも下げられる場面が多く見られた。11月12日のニューヨーク・ニックス戦で、第3球に21得点。 15リバウンドを上げるなど、31得点、キャリアハイの31リバウンドを記録、史上19人目となる30得点、30リバウンド以上を達成した選手となった。30得点、30リバウンド以上を上げたのは、1982年に、ヒューストンロケッツのモーゼス・マローンが、シアトルスーパーソニックス戦で記録して、以来28年ぶりのことであった。 また31リバウンドという記録も1996年にチャールズ・バークレーが記録して以来のものであった。12月18日のデンバーナゲッツ戦で自己ベストの43得点、17リバウンドを挙げた。2011年2月4日、負傷したヨーアキラの代わりに NBA オールスターゲームのメンバーに選ばれた。その前日までに平均一点四得点、 リーグトップの15.5リバウンド、3ポイントシュート、成功、43.9%、34試合連続で、ダブルダブルを上げていたが、チームが11勝37敗と低迷していたため、オールスターのメンバーに選ばれなかった。2月8日の試合で38試合連続で、ダブルダブルを達成。それまで、ケビン・ガーネットが持っていたチーム記録を更新した。 2月27日のゴールデンステートウォリアーズ戦では37得点、23リバウンドを上げた。ラブが30得点、20リバウンド以上を上げたのはこのシーズン4度目であり、いずれもチーム記録体となるフリースロー23本を放ち、18本を成功させた。3月14日のウォリアーズ戦で6得点、12リバウンドに終わり53試合連続で、 ダブルダブルは途切れたが、1976年に ABA と NBA が統合して、以降、最長記録であり、73から74シーズンにエルビン・ヘイズが55試合連続で達成して、以来の快挙であった。なお、NBA 記録は、ウィルト・チェンバレンが1964年12月11日から1967年11月17日に、 かけて作った227試合連続である。なお、ダブルダブルは NBA の公式記録にはなっていない。3月20日のサクラメントキングス戦で左素警部を痛めた。このため、シーズン最後の11試合中9試合を欠場した。チームはラブの不在もあり、15連敗でシーズンを終え、NBA 最悪の成績でシーズンを終えた。この年彼は、 前年より得点を44%、リバウンドを38%向上させ、ミップに選ばれた。平均15.2リバウンドで、NBA リバウンドにもなっている。平均35.8分出場し、平均20.2得点、15.2リバウンド、2.5アシスト、FG 成功率47.0%、フリースロー成功率85.0%、 3ポイントシュート、成功率41.7%に加えて64試合でダブルダブルを達成した。平均20得点、15リバウンド以上を上げたのは、82から83シーズンにモーゼス・マローンが達成して以来のことであった。この年、ウルブズの選手の中では、ラブのレプリカジャージが最も多く売れた。2012年2011年、 前年の世界選手権で直接プレーを見て、チームに合流することを待望していた2009年ドラフト、全体5位で、ウルブズから指名されたリッキー・ルビオがようやくウルブズに加入した。11から12シーズン、1992年に、アキーム・オラジュアンが記録して、以来となる、開幕から13試合連続で、ダブルダブルを記録、2012年1月には、 自身初めて3試合連続で30得点以上を上げた。1月25日、ウルブズと4年間6000万ドルから6200万ドルで契約を延長した。この契約では早ければ2015年から無制限、フリーエージェントになれる情報が含まれた。2月6日のヒューストンロケッツ戦で、ルイス・スコラの顔面を踏みつけて、2試合の出場停止処分を受けた。 オールスター週間に行われた3ポイントシュートアウトでは決勝でケビン・デュラントを破り初優勝を飾った3月4日のポートランドトレイルブレイザーズ戦ではシーズン杯イの42得点を挙げた3月13日のフェニックス・サンズ戦ではチーム記録となるシーズン15回目の30得点以上をマークしたダブルオーバータイムまでもつれた 3月24日のオクラホマシティサンダー戦では自己ベストの51得点を挙げた。この年、ラブはオール NBA セカンドチームに選ばれ MVP 投票でも6位の得票を得た。シーズンオフにラブはプレイオフに出場できないチーム状況について不満を漏らした。11から12シーズンチームは ウェスタンカンファレンスで下から4番目の26勝46敗で終えたが、これは06から07シーズン以来では最高の成績であった。2012年10月17日、チーム練習で第3、4、中手骨を骨折したため、全地に6週間から8週間かかることが発表された。 怪我から5週間後の11月21日のデンバーナゲッツ戦で復帰した。12月、チームがプレイオフに出場したことがないため、ケビン・テーラーオーナーからラブはスター選手ではないと言われたことを明らかにし、サポートの不十分なチームフロントへの不満を漏らした。2013年1月3日のデンバーナゲッツ戦で右手を再度骨折し、 全治8週間から10週間であることが報じられた。この年、FG 成功率35.7%、3ポイントシュート、成功率21.7%にとどまった。フリースローを放つ、ラブ2014年2月22日のユタジャズ戦で37得点、12リバウンド、10アシストを挙げて、初のトリプルダブルを達成した。 3月9日のトロントラプターズ戦でシーズン143本目の3ポイントシュートを成功させ07から08シーズンにラシャード・マキャンツが作ったチーム記録を更新した3月28日のロサンゼルス・レイカーズ戦で22得点10リバウンド10アシストを挙げて自身2度目のトリプルダブルを達成した4月2日のメンフィス・グリズリーズ戦でも24得点 16、リバウンド、10アシストを上げて、自身3度目のトリプルダブルを達成した。この年、シーズン2000得点、900リバウンド、100本の3ポイントシュートを成功した、初の選手となった。ケビン・デュラントの上からシュートを放つ、ラブ2014年8月23日、フィラデルフィアセブンティシクサーズも含めた3チームのトレードで、 その年のドラフト全体1位指名のアンドリュー・ウィギンス、前年のドラフト全体1位指名のアンソニー・ベネットとのトレードで、クリーブランド・キャバリアーズに移籍した。キャブス加入1年目の2014から15シーズンは、レブロン・ジェームズなどの協調性に苦しみながらも、自身初の地区優勝とプレイオフ出場を経験した。2月24日のデトロイト・ピストンズ戦では、 自己体の8本の3ポイントシュートを決めて24得点を挙げた。チームは53勝29敗でイースタンカンファレンス2位でプレーオフ出場を果たしラスベガスでの掛け率では NBA ファイナルに最も近いチームとされた。プレーオフ1回戦となったボストンセルティックスとの第4戦の第1球にケリーオリニクに腕を引っ張られて肩を脱球し、 全治4から6ヶ月と診断され、プレーオフ残り試合の出場が絶望となった。オリニクは、このプレーで1試合の出場停止処分を受けた。キャバリアーズは、ラブの怪我からの復帰には、4ヶ月から5ヶ月かかると発表した。キャブスと再契約した2015から16シーズンは、前述の怪我も感知し、シーズン開幕戦のシカゴブルズ戦に、戦々復帰。 そして念願の NBA チャンピオンに輝いた。2016年11月23日のポートランドトレイルブレイザーズ戦で第一クォーターに34得点を記録し、第一クォーターでのリーグ最多得点を記録した。2018年2月18日に行われる NBA オールスターゲームに出場することが発表されたが、2018年1月30日に行われた。 デトロイト・ピストンズ戦で左手を負傷した。試合は125から114でピストンズに敗れた。その後、この負傷により6週間から8週間の離脱になると報じられた。2018年3月19日に行われたミルウォーキーバックス戦で左手の負傷から復帰、25分間の出場で18得点を記録、試合はキャバリアーズが124から117で、 勝利した。オフの7月24日にキャバリアーズと4年1億4000万ドルで契約延長した。2018から2019シーズンは怪我に苦しみ22試合の出場に止まった。2019から2020シーズンは比較的健康なシーズンを過ごしたが、再建中で負けが込むチームに不満を募らせ、競合チームへのトレードを希望した。 しかし2018年に結んだ高額契約がネックとなり獲得するチームは現れず結果的に残留した。2007年1月15日にアメリカジュニア代表に選ばれテネシー州メンフィス世界選抜との間で行われたナイキフープサミットで13得点8リバウンド3アシスト2ブロックショットを挙げて 100から80の勝利に貢献した2009年6月25日に、7月22日から25日に、ラスベガスで行われるアメリカ代表のミニキャンプに招待された。2010年2月10日、2010年バスケットボール世界選手権、およびロンドンオリンピック代表に選ばれた。世界選手権では、1994年大会以来となる優勝を果たした。 ロンドンオリンピックでも金メダルを獲得している。2014年1月23日にもアメリカ代表のメンバーに選ばれた。ウィルト、チェンバレン、エルジンベーラー、ビリー・カニンガム以来初めて平均26得点、12リバウンド、4アシスト以上を同一シーズンに達成。ビッグマンながら、レイアレン、ジェームズ・ハーデンよりも高い3ポイントシュート成功率を誇り、 リーグ有数のパワーフォワードの一人である。一方、ディフェンスは苦手としており、相手選手に多くのシュートを決められている。パス能力、ポストプレイも特筆に値する。高いバスケット IQ の持ち主で、ゴール下での得点はもちろん外に出ての勝負もできるなど、そのポストプレイは、ベテラン選手並み、状態の使い方がうまく、 効果的に体を使って、リバウンドをつかみ、巧みにパスをさばくことができる。大学時代はセンターでプレーしていたが、NBA ではややサイズが足りず、またサイズを補うだけの運動技量も不足している。NBA に合わせた、肉体作りが必要であり、また、走れる選手ではないので、チームの戦略に支障を来すかもしれない。汚れ役もいとわない献身的な姿勢は、 NBA の往年の名選手、ウェス・アンセルドに例えられる。なお、ケビンのミドルネームの、ウェスリーは、アンセルドと親交のあった父がアンセルドのような選手になってほしいと考え、名付けた。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントは、コート3、4層。ベンチプレスは、約8 4ラム basketballd-referenc.com e ありがとうございます。